ロッテルダム港、ロッテルダム港、オランダ語は、オランダロッテルダムにある港湾で、ヨーロッパ最大の港であり、アジアを除けば世界最大、コンテナ取り扱い量は、世界第11位、2013年である。ライン川が、北海に注ぐ直前に位置し、外洋土河川の結節点として発展した。 世界最大の石油化学工業地帯でもあり、石油メジャー各社のコンビナートが林立している。1960年代に建設されたウーロポールとの名は特に有名で、俗にロッテルダム港全体を指してユーロポートと呼ぶことがある。ロッテルダムが港町として発展するきっかけとなったのは、1250年頃に作られたをニューウェマース側から仕切る堤防である。 海水面が上昇し塩水が内陸に侵入するようになったためこのような装置が取られた。これにより、ロッテ川とシンマース川の間を行き来するには荷物の積み替えが必要となり、港町としてのロッテルダムの歴史が始まることになる。ロッテルダム、ロッテルダムとはロッテ、ロッテ川の堤防、デカメートルという意味である。その後北海における二芯量の基地としても、 ロッテルダム港は利用されるようになった。商工としてのロッテルダム港の重要性が高まったのは15世紀以降である。1421年には洪水でドルトリヒト港が大規模な被害を受け、デリフト港は水深が浅く、船舶の大型化に対応できなかった。80年戦争1568から1648では矢が封鎖されたため、ロッテルダム港の重要性は さらに高まった。東、インドなどの植民地との貿易もあり、17世紀には大規模な不当や造船所の開発が進み、町とともに急速な発展を遂げた。19世紀に入ると、ロッテルダム港はさらなる急速な発展を遂げる。一つは産業革命の影響により、大規模な資源、製品の運搬が必要になったためである。特に、 ルール地方への鉄鉱石の需要が大きな影響を与えた。さらに1868年のマンハイム条約により、各国の船舶が自由にライン川を航行できるようになり、ライン川河川交通の重要性が増した。これに加え、ロッテルダム港と北海を直結するニューア・ウォーターウェグが1872年に開通し、航行時間の短縮、容量の増加が図られた。 従来港は右岸のみにあったが、この時期に左岸にも拡大した。20世紀に入ると重工業はさらに発展し、ロッテルダム港でもこれに対応し、ウアールハーフェンとメールウエハーフェンが建設された。メールウエハーフェンは石油化学工業に特化した不団である。第二次世界大戦中、1940年5月にはナチスドイツによる戦略爆撃の対象となり、ロッテルダムは 壊滅的な打撃を受けたが、港湾の需要は戦後間もなく回復し、1950年代までにエンハーフェンやボトレックが建設された。ドイツの急速な復興もあり、ロッテルダム港の利用は増え続けた。これに対応するため、ニューウェイ・アーターウェイ F 南側に3600ヘクタールに上るユーロポートの建設が1958年に始まった。 特に石油製品の需要が拡大していたため、大型タンカーの取り扱いを重視し、喫水24メートルの船舶が、節岸可能な4つの石油専用布頭を含む8つの布頭が計画され、1960年代に順次、使用を開始している。この結果ユーロポートは、世界最大の石油化学工業の集積地となり、ドイツのルール地方やカールスルーエなどへ至る、 石油パイプラインの起点ともなっている。ロッテルダム港の拡幅は止まるところを知らず、1973年には北海を埋めた建てて建設されたマースフラクテの使用が始まる。1997年にはニューウェイウーターウェイフの入り口にマイスランコリングと呼ばれる防波堤が設けられ、洪水に対する備えが強化された。また、 ロッテルダム港はもともと市営であったが2004年1月に港の管理が校舎ヘブン・ウェドリッジ・フロターダムン位に移行した。ロッテルダム港内の各地区を上流から下流、東から西に向かってあげる。ロッテ側とニューウェーマース川の旧合流点付近に位置する。ハリングとはオランダ語で西を意味する。不当番号は右岸が100番台、左岸が1000番台である。 初期に建設された右岸の不団は小規模で、現在は使われていない不団も多い。校内の遊覧船はここに発着している。1960年に、ロッテルダムで行われた第一回フロリアード、園芸見本市に合わせ作られた、高さ185メートルの展望台、ユーロマストもここにあり、校内が一望できる。左岸には、ライン布団、ラインホイブンやマース布団、モスヘイブンなどがあり、 家畜資料を製造する夜海運会社カルマーのターミナルなどがある。不当番号は、右岸が200番台、左岸が2000番台で、ユニポートと呼ばれるコンテナターミナルがある。ウアールハーフェン左岸下流側にあり、不当番号は同じく2000番台。エクトのコンテナターミナルがある。ニューウェマース側とニューウェウアーターウェイ F の分岐点上流側にあり、不当番号は3000番台。 上流から第2石油不団、2位、e、パトロリアムヘイブン、第1石油不団、1位、e、パトロリアムヘイブンがある。エクソンモービル、シェル石油、などの石油化学工業コンビナートがある。エーンハーフェンとメールウェハーフェンを合わせて、ペルニスとも呼ばれる。ニューウェマース川とニューウェウアーターウェイフの分岐点下流側にあり、不団番号は4000番台。上流から第3石油不団、 サンイーパトロリアムヘイブン、化学不当、シーミヘイブン、セイローレン不当、シントローレンシェイブンがある。いずれも、石油化学工業関連の不当で、世界最大のポリエンカビニル、PVC 製造会社である、新越化学や、エッソといったメーカーが所在する。ニューウェイウォーターウェイフのすぐ南側にある、カラントウンガ、カランコナンルとハルテルウンガ、 カーテルコナルに挟まれたに位置する。不当番号は、カラントウンガ側が5000番台で、上流から、セーヌ不当、セインヘイブン、ブリテン不当、ブリタニーヘイブン、第7石油不当、7E パトロリアムヘイブン、第5石油不当、5E パトロリアムヘイブン、第4石油不当、4E パトロリアムヘイブン、ベニラキシーブンが設けられている。ハルテルウンガ側の不番号は番台で、 上流から、ディントルヘイブン、第6石油埠頭、6E パトロリアムヘイブンがある。第6石油埠頭にあるネレフコの製油所は、ヨーロッパ最大であり、この他シェル石油、ボバック、といった著名な石油化学工業メーカーが軒を連ねる。ルール地方への鉄鉱石運送を行う、イークフや石炭、鉄鉱石や、貿易サイトなどを扱う運送会社のターミナルもここに、ある。また、 イギリスのによって、ユーロポートから、キングストンアポンハルまで夜ーフェリーが運行されており、プライド・オブ・ロッテルダム、MS プライド・オブ・ロッテルダムと、ムスプライド・オブ・ハルの2隻が就航している。ベール運ーが、ビアー・コノルを挟んで、ユーロポートの西側にある、北海に突き出した人口の半島に位置している。不当番号は8000番台で、北側から第5石油不当、e、パトロリアムヘイブン。 ヨースコーフ島、ヤンツェヘイブン、ヨーロッパフ島、ユーロッポヘイブン、アマゾンフ島、アマソンヘイブン、ミシシッピフ島、ミシシッピヘイブン、ハルテルフ島、ハーテルヘイブンがある。世界最大のコンテナ貨物運送会社である、A、P モラーマースクや、ヨーロッパコンテナターミナルズのコンテナターミナル、バイエル、ライオンデル・バセルの工場などがある。マースフラクテのさらに西側を埋め立て、 コンテナターミナルを中心とするマースフラクテニを建設することが決定しており、2012年から2014年頃までの完成を予定している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。